皆さんおはようこんにちは、こんばんは。マデリン先生の体育レッスンへようこそ。今日はチアに怒られたカオリの一言、ごめんなさい。ごめんなさい、タイ語で言うとขอโทษค่ะ。ขอโทษครับ。ขอโทษはごめんなさい。かは女の子の言い方。そしてクラップは男の人の言い方。私は女の子なので、かを使ってます。はい、もう一回いきますよ。ขอโทษค่ะ。ขอโทษครับ。タイ人はขอโทษの時はこうもします。ขอโทษค่ะ。はい、皆さんが誰かに謝りたい時に使ってみてください。今日のクラスはここまでです。マデリン先生でした。バイバーイ。最近はですね、なんかずっと家にいますので、なんかちょっとだけ太っています。カトーカちゃんとダイエットします。はい。謝ります。テレビアニメ、ありふれた赤狂で世界最強、セカンドシーズンのオープニング主題歌のデイライトは今先行配信中です。ミュージックビデオも YouTube にアップしていますので、ぜひチェックしてください。